ビビるぐらいの俺がブランドやりますリリースも何もしてないのにラジオでゲーム人が流したのトップ25に全部ダンじゃあここ結成ってことにしちゃうか、うわーこっち系かまあ全然そうっすすっごいなはいどうも朝倉俊です。さあ今回はですね2回目の、このトーク番組ちょっとね、まあ、前回のその大泉すばらくんから引き続きですねちょっと僕もこれ2回目はこの人かなって勝手に決めちゃってたんですよねこれは何してて笑ってんだ感じなんですけどいやスズバルの話も聞いてでまあこう、まあ、その時こうだったとかまあいろんな人の話聞いて改めてやっぱ面白いなと思ったんだけどこれなんだろうね差しで話を聞くとかってまあほぼないじゃない。だからこうそういうことをやるのも超結構自分の中では楽しいんだけど結構どんなのが出てくるかなこれはっていう感じで結構多分見る人とかまあどういう人が見てるかとか、まあ、バンド好きな人もいるだろうしあのそうじゃない人とかも初めて見る人もいると思うんだけど結構ねレアだと思うんだよねこういうこのこれをあそのあ彼がそういうふうにいろいろ喋ってくれるとか、まあ、そういう話の場を映像で残ってるとかなかなかないんでこれちょっと結構ねいい回になると思うんでこれぜひねあの最後まで見ていただければと思いますんでちょっと楽しみでございます純粋にねいいですよねこれじゃあちょっとこう1時間ぐらいになるのかななっていきますけども、やっていこうかなと思いますんでもう一日じゃあよろしくお願いいたしますはいというわけでですね、今回のゲストはキイチです。よろしくお願いしますどうもどうもさあ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 できましたから、うん、あじゃあちょっととりあえず乾杯から乾杯いただきますいただきます、うん変な感じですね。うん。ないよ、ま。並んで話す。そうそうないないない。っていうかだってもうあれだもんね。こういう映像でさ、うん、その話を自分でこういろいろするとかってさ、まあ番組っつったらあれだけどさ、みたいなのだってないっしょ。だって映像はない。ラジオはあんのよ。あラジオあんだ。そう。夜な夜なウィークエンダーズってバンドやってるんですけど、あはいはいはい、それでそのレックっていうラジオアプリがあって、うん、それで。多分俺が一番回数多かったかな。あ、そうなんだ。リュウル回数。2人で喋ってきて。はぁ。ラジオどうだったの？ラジオ面白かったね。しかも、一品料理作りながらやるんだよ。で、作りながら。あ、はいはい、やってたね、やってたね。そう。で、飲みつつみたいな。はぁ。あの、サンタイムスの人とかも出てたよ。あ、出てた、出てた。そうだよね。あ、そっか。じゃあラジオはあんだ。じゃあ映像でこう、やるんだね。しかもピン。その時ピンだった。その時だから、磯野。磯野とか、2人が。あ、じゃあ初めて。いや、これは初めてね、映像に出るのレアですよ、これなかなかないですからねあら、まあそうね、これ、今日その、まあ、場所来てもらって、まあ、ちょっと飲みながら話す感じなんだけど、うん、これね、昼間に連絡したんですよ、キイチ飲むんだったら何だろうみたいなで、俺がハイボール飲むから、ハイボールみたいなとか、緑茶杯飲むのが分かるから、緑茶杯みたいな連絡しててそしたら、あまあ、あだ、だったら緑茶杯飲むわみたいな、うんでまあ、一応ないのも聞いとこうと思ってまあ大体ビールかレモンサワーかある口入ってきてたから、うん、あっ仕込もうと思ってさっきこれレモンバーってカットしてであのシロップ作ってこれうまいよこれうまい超うまいそうこのシロップこれあの前働いてたそのビク、うん、っていうとこと多分レシピ大体一緒だと思うんだけどうんそう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 大体そうしようと思うんだけど、うん、それでやったやつ作ったんだけど、うん、酒はお普段も飲む最近飲んでないんだよね飲んでない普通の月木は飲まないね。金土だね、一番飲むと。はぁ、あれ、なんか、インスタとかもさ、うん、あの異常なぐらい歩いてんじゃん。歩いてる。あれ、どういうことあれあれは、まあ、なんだろうな。だから、そもそも別にそんなに、いや今思えばなんだけど、うん、昔から結構歩いてたなと思って、一人で。やべえやつだな。で、今はそう、なんかこう、SNS で発信ができるから、あそうだね、みんなそう、あ見えるけど、もう見えてるけど俺そもそもずっと歩いてたよ。結構歩いてた。そもそも歩いてたぞ、俺は。なんかその、地味で気にしてなかったの、やばいっていうのを。え、思ってなかった？全然思ってなかった。マジで？うん、で、なんかその、誰かが、そのなんかまあ、自粛期間もあって、なんか散歩するみたいな時に、なんかアプリでその歩数とか、キロ数みたいなものを、ストーリーとかスクショして載せているのを見て、ああみたいな。で、それで思ってて、あ、でも俺、測ったことないなって思って。まあ、そうだよね。はい、で、なんか散々歩いてんだから、やってみようって思って、やったら、最初でも23とか、
そんぐらいだったのかな。23キロ23キロ、うん、歩いてたの。歩いてた。23キロだから別にそんなでしょ。どの期間で23キロ歩いてたの。なんか夜から出て、あ、家1日とか1日で23キロ歩いてんの。1日1日バカじゃないの。それでもね、多分加速したのは本当にその、あ、それマックスじゃないんだ。マックスじゃ、マックス30。気持ちいい。何だったんだろう、分かんない。ね、で楽しいの。いや、おもろいよ。でもその電車でピンポイントにバッて移動しちゃうと、その間のことって知らないんです。あー、いやいや、それは分かりますよ。大事、大事ですよ、大事ですよ。その間にある、うん、その要は食べログで、もう食べログで見たら一番下から遡ってるぐらいのレベル、あの絶対検索引っかからないぐらいの飲食店とか飲み屋とかあるじゃん、たまに行けないってどうしてた。へえ、すい、中華料理屋とか。勇気いらない。街の、あ、いや、いいとこあるんだ。あるあるある。はあ、すごいね。行けるっしょ、多分行けると思うみたいな。なんなんその勢い。30キロか。うん、バカじゃないの。何時間ぐらい。なんだ。まあでもゆっくりね、そのどっか寄りながらとかだから、うん、あれだけど、いや無理だろと考えても、すげえ噛みながらねえな。でも途中でなんかあんま覚えてねえやとかあんの。全然ある。あんだ。うん、特にその人が増えちゃうと、うん、楽しくなってきすぎて、うん、容量がいっぱいになっちゃって。あ、自分の中の楽しい容量とか多くなると、そう、だいたいもう飛んでる。だから 2,3 人の時は割と覚えてる。あー、そうなんだ。それがもう5人とか6人とか、うん、たまたまこうやっぱ下下とか歩いてると、うん、あ、人が増えてきちゃうのね。そう、あ、そういうことね。今どこにいんのとか で、うん、でもう連絡返してるのも覚えてないから、あー久しぶりみたいな、さっき連絡したけどみたいなのもある。あ、ごめん、俺が呼んだんだしかもとか。やべえやつだ。みんな気をつけてな、マンの見てるって言ってたのね。そんなに強制は全然したらしたらもう来いよみたいな。あー、別にタイプでもないし。あれじゃん、その奥さんともさ、うん、一緒に歩いてるでしょ、うん、それ、あの、なん、あの、だからまず一回整理したいんだけど、うん、まず初歩23キロあったじゃん、そのもう一夜で測った時さ、うん、それでさ、そのスタンスで全然一緒に来るの、歩くの。そのだから、あの、やばいじゃん、23キロってやばいじゃん、普通に見ればかる、23キロ歩くって、うん、そのスタンスで奥さんも一緒について普通に飲むってのが一番初めからすんなり。もう最初からそんなりっていうか、多分俺より先に歩いてた、うん、俺より先に歩いてた。そのいや、そのバイトでね、その時間が短い、うん、で俺はまあ定時で仕事終わるじゃん、6時とかに、はい、そうですね。その間電車で行っちゃうと時間が余るから。なるほどね。最初は多分そんな感じで、なんかで歩いてくるとか、キックボード買ったからそれ乗りたいとかの理由だった気がするけど。はあ、それで初めなんかちょっと歩くっていうの始まって。そうそうそう。でそっからそのやっぱりその自粛期間に行って電車を避けるようになって。ああ、そっかそっかそっか。そうだ、前足立区住んでた時とかは、まあ、昼間北千住行っての行って、帰りじゃ北千住から西新井まで歩くとか。でもそれは全然すぐよ。全然1、2時間、2時間しないで1時間ちょっとね。なんでこんな文明進化してんのに全然進化しないの。なんでアプリだけ進化してるのに23キロかかってんの。そうなんだ、うん、でもやっぱその発見がおもろいかな。発見もおもろいし、 あとそのシンプルにその話す時間になるから。あー、そのそう一緒にいる時間で話す時間になるから。そうそうそう。俳優があれ歩きながらでもいいらしいね。なんか普通に座ってあの話してるより、そのまあなんかいろいろ文筆本が分筆されて、結構そのいろんなひらめいたりもするんだって。うん、あるじゃん、その。あ、だそう。あるじゃん、その今そのホッパースワークとかさ、うん、一緒になんかあのもう一回やってるじゃん、ホップスクラブ。うん、あれ曲じゃない。あ、やつでしょ。そう。で一緒にやっててさ、そういうのもやっぱこう歩いてる時に、あ、これみたいになるの。この最後こう看板の文字見るとさ、うん、ある。だその。フォントの勉強とか色のやつとか。だから美術館に行くみたいなのはこっぱずかしいから、あ、こんなんやってんだちょっと寄ってみるぐらい、たまたま見つけてみたいなはしてた時もあったかな。なんかデザインとかもそう、結構でも今までも、うん、まあ、オマージュっていうか今までやったやつをこう自分なりに消化するみたいなのが多かったけど、その基本がそれベースで、だから
なんだろうな、なんかおじいちゃんおばあちゃんがなんか服を集めてなんか勝手に売ってるような店とかあるじゃん、なんか街中に、はいはい、あるね、入らないけど毎日平均されてるんだろう。あれもうたまにこう見てるとあ、いい本すげえ古いとかも、もうまあ本当ピンポイントでその80年代の昔のスケートブランドのスレッドが紛れ込んでる、5、600あるんだ、あるある、だから、そういうのを探すのもおもろいし、そんなあんだ、だから本当歩いてないと見えない、見えない、その古着屋として出てこないから、あ、そっか、引っかかんないから、そうそうそう、古着屋とかに、はあ、そうだよね、だからそういうので見たりとか、あ、あで見て、じゃあそれ探して、あ、こういうのあんじゃんとか、うん、ひらめいて、で、ほんと見て、そうそうそう、あ、じゃあ歩いてる途中に発見があるわけね、あるね、結構あるよ。でも後半覚えてないでしょ、後半覚えてない夜はだから昼間にその飛ぶことはないの、ね、なるほどね、日またいじゃってるから、うん、だから長いんだよね、多分だから3時4時とかに家出て2、3時家出て、昼のね、うん、でまあその時はまあどっか行って飯食って、でそこから移動したりするじゃん、うん、でそっからだから帰ってくるのがもう日超えてんのよ、で1、2時とかになってるから、だいたい土曜日がもうだいたいそのルーティーンなの、たぶん全然、あ、それもう毎週やってんの、毎週近いから、でも今最近ちょっと俺もまあ壊れちゃうよ、ね、水溜まってしょうがないのになかったのね、全然全然、あ、今結構ちょいちょい出してるの新作ね、新作バンカー出してるんです、うん、とか、なんかでも最近ちょっと忙しかったから、そうだよね、うん、なんかいいやと思って、いや全然やってなくて、あ、でもなんか出しとくかみたいな、なんでそんな仕方ねえみたいな、なんかいやちょっとだから意識がその変わってきたというか、あ、前はちょっとあ、これはいろんな人たくさん来てほしいとかあったけど、じゃなくてなんかこうなんつうんだろうな、一個のツールとしてみたいな、ツールなんかこれ、あ、それ知ってるんですねとか、例えば知ってたらなるじゃん、会話の一個になったら嬉しいとか、なんかその、まあ、こういうのもやってますぐらいの感じというか、あ、自分の中でその一個の、うん、まあ、引き出しとかコンテンツというか、うん、これをでかくしよう、このままでかくしようとは思ってないから、あ、じゃあ自分の持ってる範疇でこうちゃんとポケットに入るぐらいな感じ、これもできますできますやりますぐらい、もう結構長いよね、でもね、もうだって4、5年ぐらいそうだ、スニーズ解散してそう、暇だったんだよね、本当に解散して暇で、あ、はい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 、はい、暇だったから、だからやればって言われたの、大阪の友達とかに、お客さんとかがだかスニーズの服をさ、そうだね、たじゃん、で、もうなんかそういうデザインをやんないんですかみたいなのがめちゃめちゃ一時期来て、うん、あー、でもなんで、ちょっとこっぱずかしいね、ブランドって。あ、じゃあ言ってたね、なんかブランドっていうの嫌だって、ブランドって言いたくない、でまだ言ったことないと思う、あ、未だに、うん、いや、ブランドって何か難しくない、なんか、あ、そこまでのなんかその、なんだろうな、やってますっていうのはまだできない、自分の中で、うん、その恥ずかしいっていうのは、そのなんか本気って言ったらあれだけど、でも、まあ、本気ではあると思うんだけど、そのやってるものと一緒にしちゃうのはなって、俺がなっていうところなの、それともなんか純粋こっぱずかしいなって思う、まあ、そう、なんかそれにさ、かけてる友達って周りにいるし、なんかそれにもなんかちょっと申し訳なさもあるし、あ、なんかそんな多分大々的に俺がブランドやりますではないじゃん、ね、タイプ的に、だから、その俺、なんつうんだろうな、自分が引っ張っていくタイプじゃないから、あ、どっかに乗っかっていくっていうパターンが、乗っかっていくっていうか、まあ、あ、やってきたバンドも後入りだし、あ、基本的にそうそうそう、だから苦手なんだよね、あ、自分で俺やるからさ、ちょっと頼むわとか、だからすごいじゃん、二人が自分でやるじゃん、バンバン、あー、すごいわって思うする、感心するわ、夜な夜なをさ、組んだ時もさ、うん、その、まあ磯野くんってボーカルがいるんだけど、磯野くんが、まあ、歌う場所があったらなってあったじゃん、うん、それ結構そのスニーズのバンド解散して彼発信だったのか、うん、そのキーチャー信だったのかとか、その辺ってどういう感じで始まったの？夜な夜なの始まりはね、あれなんだっけ、渋谷で、うん、あのルッチっていうバンドのまこって、ああ、はい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 、だから暇だから飲むってなって、うん、ああ行くわって言ったら、エンス2人も来たのかな、
おお。大本と直樹来て、じゃあ磯野呼ぼうよっつって、あ、その流れで呼んだんだ。で、本当にもうごちごちにあのブラック企業ごち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 した時でガチガチじゃなくてごちごちのブラック、もう本当に疲れ果てたサラリーマンが入ってきて、俺らも笑っちゃったの。あ、そんな、もう結構やばかったんで、めっちゃ笑って、お前そんな大変なのみたいな、みんなで話してて、いや歌わないのつうか歌えよみたいな、まこっちとか、そうだね、いや実はこの間もベースの慎吾に呼ばれて歌う場所を作ろうかみたいな、あ、意外とあいつが言ったんだねって言って、へえみたいな、あんなのやるんだってなると、やっぱドラムは上手いやつがいいからそうしやって言ってて、へえ、じゃあギターやらしてよ、あ、その感じだったんだって、もうええよってなってなったんだけど、あれどういうのやるんだろうっていうのは、その時も決まっ気にもしてないから、そうだね、まあ、とりあえずなんかう、ね、歌うめえからなんか楽しそうだなみたいな聞けるし、あ、そうだね、そう、それも嬉しいじゃん、一番最初に聞けるメンバーとして、楽しそうだなと思ってそれで言って、でそこからでもなんか特にスタジオすぐ入るのも何もなかった、あ、なかったなかったな、でとりあえずこのメンバーでやろうかみたいなのを、さらにその友達のハンバーガー屋のバウズで、あ、たまたまあれ予定してなかったのかな、たまたま行ったらみんないたんだよね、確か、あ、4人で、そうそうそう、あ、4人のがみんな来て、おーみたいになって、じゃあここ結成ってことにしちゃうかってなって、後日それで一番初めそこでファッション撮ったし、あー、なるほどね、でシティポップっていわゆる装置系になりたいから、やっぱり磯野とかっていうか、まあ俺以外さ、その東京のやつじゃないから、うん、まあ、ベースのやつは、まあ、東京の、まあ、島だけど、まあそうだね、やっぱ田舎もやっぱり言いたいんでね、目黒、中目黒です、俺はそれちょっと恥ずかしいわって言ったんだけど磯野がやっぱり中目黒かっこええやずっと言うから、うん、じゃあ分かって、じゃあそれで行こう、ああ、じゃあバンド名はどうすんの、うん、って言って、下北でなんか飲みながら決めてた時に、指紋屋行って梅割りってあるじゃん、あるね、あれを序盤で飲んじゃって、バカなの、そうバカなの、それ4時ぐらいでいきなりもうこんな感じだもん、ね、4時ぐらいでもうこんなのちょっと全員帰ろう帰ろう、ダメダメダメ、でもなんかウィークエンドだけ入ってくから、うん、うわこれっていう単語入れたいみたいな、あ、それそこだけは決まったんだ、そう、だから全員仕事してるから、うん、週末をなんか意識させ、イメージさせたいみたいな、連なんかこうね、繋げたいみたいな、はいはいはい、で、じゃあちょっとじゃあねっつって2人はチャリで帰ってた、その時になんか慎吾が見かけたみたいな、夜な夜なって字をなんかで、ほーで、夜な夜なビッグエンダスでどうって言って、意外と最初の方は慎吾はキーマン、キーマン、そう、今全然行ったの引っ込みじゃなかった、今はもう大荷物ですね、大荷物、大荷物、確かに島の島、おもろい、おもろい、そっか、いいね、大荷物のシーンがおもろい、へー、それで、そっくんでからライブまでは、それでもあのスニーク解散してないのか、ね、あ、でもやるかなってなった時はもう解散してんじゃないかな、してると思う、スタート、うん、で、その後だった気がする、なんか自分と流れさ、音楽も変わったじゃん、うん、俺も自分がバンド始めた時と全然違うし、うん、結構ほら言ってたじゃん、なんかそのシティポップ系の人と、そう同じ界隈の人とやると、まずそのライブをね、やるんだよ、ライブやって、で、他のバンドやった時見たりとか、まあ自分出番終わったらお酒飲んで楽しむとか、うん、その日一日が終わったらまではいるっていうのが、まあなんかまあ基本なんだよ、でもなんか帰っちゃうんだよね、とかさ、そう、田舎、ね、文化が全然違うっすね、まずもう全然違うから、もう終わって箱の人たちと夜な夜なで飲むみたいな、何それ何のそれありがんの入りしておはようございますって、うん、まあなんかやっぱみんな小綺麗だし、ああ、うん、やっぱなんか丈長めでちょっとスラッとして髪とかもなんかちょっとあの表参道行ってますみたいな感じの、もうツヤツヤのなんかの小分け前髪女の子少なみたいな、ああそうハゲてんのみたいな、そうふざけんなって髪をどっかもうなんかいい綺麗だね、あ綺麗ね、 あれそうだよね、で俺らだけでほんとフードかぶっておはようございますって入りして、うん、
でもう普通の中でビールバスってバスバスとかゴチゴチゴチ飲んでた本当にそんなんだから多分話しかけられもしなかったし、あ浮いてたんだ結構じゃあんーかな、あーだから俺らもそのあんまライブハウスってそうじゃんみたいな、だそのやってた界隈が、まあ、違ってもしまえねえけど、そうだね、まだそんな感じ最初全然馴染めなかった、あだからその同じ系統の方の誘われて、なんか最初リリースも何もしてないのに、うん、ラジオで芸能人が流したの、あ曲を、そうだっけか、最近聴いてるんですよみたいな、ともともで、それで再生回数はいってないんだけど、日本のなんかそのSpotify のバイラルチャートっていうのは検索された回数が多いんです、はい、トップ25に家にダーンと入った、すげえ、で俺らはチェックしてないし自分たちでエゴサなんてしないから、バンド名も長いし、打つ人もいないだろみたいな思ってたら、全然放置で普通にやってたら、なんかライブの誘いのメールが一時期めっちゃ増えた、バンそのいろんな箱から、だけど、おかんいいよ、ここでやる本人ゆるすぎだろ、お前周りの監督が大盤、うわーこっち系かみたいな、こっちずっとし行くのみたいな、どうするって話してて、ああでもなんかこの日あれだ、横須賀パンプキン誘われてるからそっちでやろうぜ、横須賀パンプキン THRH とか最高5のリスク、そうだけどそれこそゴチゴチのハードコアもハードの、もうほんとこっち系のめちゃくちゃ楽しかったいやそうだけど、まあ、本当最初はそんな感じだった、そうやね、そういうパンク系のイベントになぜかいるみたいな感じだったもんね、そうそうそう、でもそれ楽しかったし、でみんななんかいいっつってくれて、バンドマンが好きってなってくれて、バンドマンの奥さんとか彼女さんが結構好きって言ってくれて、うん、一緒に来てくれたりとか、なるほどね、が増えた、いわゆる一般層みたいな感じか、でその奥さん彼女さんとかがやっぱ SNS アップしたりとか、あ撮影で OK っすみたいなライブ中言ってたから、うん、でそれで「え何このバンド?」とかがちょっと、へえあそこでちょっとあったあったんだ、でその後に、まあ、Spotify 見てみっかみたいな感じで、多分誰もやってなかったんだけど、俺だけやってたんか、で見たら、あ結構なんか再生されてるわ、へえそれまで全然なかったしなかった、なんか気にしなかったもん全然、ね、ちょっとそういうのちゃんとちゃんとやりたかった、そうちゃんとやりたかったんだけど、いかんせんそのやり方わかんないじゃん、ああそういうけど、とりあえずライブやろうぜみたいな、ああとりあえずライブやればいいんだろうみたいな、でそれをやっぱ今の、事務所のマネージャーが、うん、でこいつらなんかもっとちゃんとやったら行くのにみたいな感じで裏で話してたらしくて、試しにも DM してみようぜみたいな、向こうも酔った勢いで俺らに DM してみよう、でじゃあ北浦はキャラでライブあるんで来てくださいっつって、キャラでライブです、キャラでライブで来て、でもなんかうちでやらせてくださいって、あもうその場でってなって、マジっすかみたいな、でもなんかアーティストもこの事務所自体もバンドを抱えんのが俺ら初、あじゃあそうだよね、 DJ とかソロアーティストが本当にだから、あなるほどみたいな、でもまあこっちに完全に行けるって行っちゃった方がいいんじゃないみたいな、で、その6月だったかな、なんかで、恵比寿でちょっと社長も呼んで飲むんで、うん、皆さんに来てくださいみたいな、へぇ、わかりましたっつって、こんなとこでみたいな、あ、もう恵比寿も場所からしてもなかなかすごい店で、なんかもう敷かれた、敷かれた感じだよね、一個一個全部ソファーみたいな照明オレンジで、めっちゃ広いの、広いんだけど、うわーみたいな大丈夫かな俺ら、一個ソファーです、いいだろ別にめっちゃ広くて、ああうわかっこよみたいな、俺らだけなんかその座敷じゃないけどちょっと小上がりで、なんかその全部ふわふわなんか心みたいな、で好きなもの頼んでも今日全然してかるからみたいな、みたいな、あじゃあビールでさ、もうビビるぐらいの試験感覚みたいな、そういうの出てきて、うわっと思って、でもなんかそのまだ言えないからやばっと思ってでずっと慎吾に足でずっといやいやだからそれスミウンドの計算じゃないかそれだからこの間もスバラも言ってたけどそう遅くねえかこれでも違えんだよ、あでそれだ、そうだからでそれで飲んでて、で後から来たの社長が、うん、で社長どんな人なんだろうなと思ったら一番ふざけてる人で、あ、その社長さんが、そうだからすごい話しやすかった俺が、で
酒も進むし、どういう音楽が好きなんだとかいろいろガーッと聞かれたけど、でもそれがもうおもろいからもう君たちは何も変わらなくていい。ただそのそれも含めて面白いことやっていこうみたいな感じになって、ああ、じゃあ結構そうざっくりだけど、もうそのままで結構いい。そうそう、で面白いなと思った。俺はもう全然いいっすよね。あ、みんなももう力貸してくださいみたいな、逆に俺らがお願いするぐらいだからさ、普通考えて、ね、だから俺らいいんすかみたいな、うん、いいよみたいな感じで、じゃあお願いしますってその日で決まって、へえ、そっから始まっていくから、もうそこから歩いていったんですよ、恵比寿まで。恵比寿まで。恵比寿はね、電車だね。電車か、あそこ電車か、西新井、西新井って言うのがいいわ。なるほどね、うん、で、ヨナヨナはさ、うん、その、まあ、組んだじゃん、あれスニーズあったじゃないですか、うん、スニーズあったよね、うん、そうスニーズ辞めるって言ってさ、うん、解散しますってなって、そのヨナヨナイクエンタが始まるまでの、うん、その解散決まってる期間があったじゃん、うん、なんかどういう気持ちって言ったらだけど、うん、なんか結構自分の中でこういう風にしてこうかとかあった、お前も考えてなかった。いやマジ何も考えてない、そのバンドしかやってなかったから、うん、これなくなるってどんな感じそもそもどんな感じなのって思って、はいはいはい、だいぶ変わったよね。キイチなんかのタイミングで俺一回やめるっつってね。あ、そうなんだ。道1個しかなかった、もうずっと行くか行かないかだけ。めっちゃうまい。うまい、あ、うまい、うまい、うまい、よかった、よかった。いつからか知らぬ間にあなたのことが好きなんだ。